フリードリヒビルヘルム・ミハイル・カルクブレンナーは、イングランドとフランスで人生の大半を過ごした、ドイツのピアニスト、作曲家であり、ピアノ教師、またピアノ製造者である。ショパンやタールベルク、リストが現れるまで、カルクブレンナーは、イングランド、フランス、または、ヨーロッパ全土において、最も知られたピアニストであるとみなされていた。強力なライバルは、フンメルただ一人だった。 カルク・ブレンナーは多作家であり、膨大な数のピアノ曲、ピアノ競奏曲、さらにはオペラも作曲した。父親はカッセル出身のユダヤ系の音楽家、クリスティアン・カルク・ブレンナー。パリ音楽院で専門教育を受け、間もなく演奏活動に入る。1814年から1823年には華麗な演奏家や名教師としてロンドンで名を挙げ、 その後パリに戻る。1849年にフランスのアンギャン・レバンにて高い。19世紀後半になるまで増殺を重ねたピアノ奏法の技法を記した彼は大使を抱くビルト・オ像ゾの工場とまで呼ばれたパリに飛び込み、遠くははるかキューバからやってきた数十の生徒たちを教えた。彼の最も優秀な生徒はマリー・プレールとカミー・ユ・マリー・スタマティであった。 スタマティを通じて、カルク・ブレンナーのピアノ技法は、ゴッド・シャルクやサン・サーンスへと受け継がれた。イグナツ・プレールのピアノ製造会社に入社して、海良く事業と自分の芸術活動を両立させ、彼はこれにより非常に裕福となった。ショパンのピアノ競争曲第1番は、カルク・ブレンナーに検定されている。カルク・ブレンナーは、ベートーベンの9つの公共曲を、 ピアノ独奏用に編曲しているが、これはリストが同じ試みを行う何十年も前であった。彼は両手での長く急速なオクターブのパッセージを用いたが、今日では19世紀のピアノ曲の中で当たり前に見られる、この奏法は彼が最初に自らの作品に取り入れたものである。今日において、軽くブレンナーの中から思い出されるのは彼の音楽ではなく、 彼の行き過ぎた自信過剰ぶりだろう。彼は、モーツァルト、ベートーベン、ハイドンの死後、自分こそがこの世に残った唯一の古典派作曲家だと信じて疑わず、また、それをはばかることなく世に知らしめようとした。つましい出自にもかかわらず、彼は中世貴族となる野望を捨てず、ロンドンやパリで貴族階級の者たちと肩をすり合わせては越に入っていた。 カルク・ブレンナーはもったいぶって、お堅く、大げさな礼儀作法を行う人物として記述されてしまうことには変わりないのであるが、その一方で知的で、詳細のある、極めて鋭い人物であったとも評される。彼は、生前より、様々な逸話にことか,かぬ人物で、ドイツの詩人であるハイン・リヒ・ハイネによって、通列に風刺されている。カルク・ブレンナーほどに、逸話や、 話題の多い作曲家というのも、そうそういないことだろう。彼の膨大な作品は事実上ほとんど演奏される、機会を失ってしまっているが、最近になって、彼の商品をレパートリーとして取り上げるピアニストも、現れ始めた。彼のピアノ競奏曲の新録音は2005年に、リリースされており、短縮版による一番の旧録音も、現在まで入手可能である。 2012年には2番と3番のピアノ競争曲の CD がリリースされた。ピアノ競争曲の新録音はいずれもハワード・シェリーの指揮とピアノ、タスマニア交響楽団の演奏によるものである。ピアノ教師としてカルク・ブレンナーは上腕の代わりに指や手の力を保つ奏法を開発し、その技法をモンテーカミー・ユスタマティに伝えた。 スタマティの弟子がカミー・ユサン・サン,アンスである。作曲家としては、おびただしい数の作品を残したにもかかわらず、今日では、ピアニストにとって、筆形の機械的練習曲のような指導書によって、なお残したに過ぎない。カルクブレンナーは、クリスティアン・カルクブレンナーを父として生まれた。母親の名前は現在までわかっていない。伝えられるところによると、彼は、母が郵便馬車で、 カッセルからベルリンへと向かう旅の途中で生まれたという。カルク・ブレンナーの誕生日の正確な日付は定められないままとなってしまったが、これは彼の両親がそれを知らなかったからではなく、単に母が旅行中だったためにしかるべき届けを出せなかったことが原因であると考えられる。カルク・ブレンナーの父は1786年、プロイセンの王妃であるフリーデルケ・フォン。 ヘッセンダルムシュタットのカッペルマイスターに任用されようとしていた。このため、カルクブレンナーの母が、ポツダムの王宮で間もなく新しい任務に就こうとする、夫に合流するため、ヘッセンからベルリンへの途上にあったのも頷ける。カルクブレンナーにとって、父が最初の死となった。幼い彼の成長は目覚ましいものだったに違いない。6歳になるまでには、彼は、 プロイセン王妃の午前でハイドンのピアノ競争曲を演奏している。また、8歳の頃には4カ国語を流暢に話した。彼に施された教育は特別の素晴らしく整えられたもので、また、周囲の環境はポツダムとラインスベルク上という夢踊るようなものだったはずである。にもかかわらず、カルクブレンナーは終生にわたり当時のベルリンの労働階級の人々に、 特徴的なドギツイベルリン言葉を話したという。1798年の終わり、カルクブレンナーはパリ音楽院へ入学した。彼はアルザス出身のピアニストであり、作曲家であったルイアダンのピアノのクラスで学んだ。ルイアダンは今日ではより有名となっているアドルフ・アダンの父ある。ルイアダンは45年にわたりパリ音楽院で 最も影響力のある教授であった。フランス人のピアニストで、ピアノ科の教授であったアントワーヌ・マル・モンテルによれば、ルイスは自分の生徒に対し、バッハ、ヘンデル、スカルラッティ、モーツァルト、クレメンティなどの偉大な先人たちの作品を勉強させたという。これは当時のピアノ教師の中では例外的なことであった。カルク・ブレンナーは、火星と作曲を シャルル・シモン・カテルに指示した。彼はオペラとバレエの作品で知られるフェルディナン・エロルドと同窓生である。カルク・ブレンナーは成績優秀であった。1800年にピアノの二等賞を取り、翌年には一等賞を取っている。1802年の終わりに、さらに勉強を続けるべくパリを離れ、ウィーンに向かったとき、彼はまだ完成された。 芸術家とは言えなかったが、その時までに彼は、各分野で覚えある達人たちから、確かな教育を受けていたことになる。1803年の後半になって、カルク・ブレンナーは、さらに計算を積むためウィーンへと赴いた。実のところなぜ彼がこうした行動に出たのかは、はっきりしないが、彼がウィーン古典派を代表する人物に教えを請うことによって、 自分の修練の完成としようとしたのではないかと推測される。いずれにせよ、彼とってそれはたやすいことだったに違いない。何しろ、彼自身が母語としてドイツ語を話せる上に、オーストリアの首都でも音楽人として、7日寄った父の支えがあっただろうからである。カルク・ブレンナーは、ウィーンでアルブレヒツベルガーの対法の講義を受けた。アルブレヒツベルガーは、すでに高齢であったが、 オーストリアの音楽理論界では最も巧妙な人物であり、同時に当時最高の大移法の作曲家であった。さらに、彼は、ベートーベン、ツェルニー、フンメル、モシレス、バイグル、リースラの死であり、また、ハイドンの親しい友人でもあった。常に、富と名声に目を向けていたカルクブレンナーのようなものの、履歴書に記載するにあたって、アブレヒツベルガー以外の誰の名なら、 より印象的になるだろうか。大法のレッスンを受けるかたわら、彼はハイドンやベートーベンが彼の最大の宿敵であったフンメルと二重奏を行うのを何度も目にしている。こういう経緯が、軽くブレンナーが残りの人生において自分自身を最後の古典派作曲家であると位置づけることにお墨付きを与えたのである。彼は堅くなナに自分を古い学派に置こうとした。 その古い学派とは、ベートーベン、ハイドン、リース、そしてフンメルの系譜である。教育課程を終了したカルクブレンナーは、1805年から以降はコンサートピアニストとして、ベルリン、ミュンヘン、シュトゥットガルトに姿を現している。1814年から1823年にかけて、カルクブレンナーはイングランドに住んでいた。彼は大いに演奏。 かつ作曲し、またピアノ教師としての成功を確かなものにしていった。この地でビジネスマンとして抜け目のない人物だった。彼はジョン・バーナルド・ロージアーによるある発明品に出会う。それはカイラプラストもしくはハンドガイドと呼ばれるものであった。カイラプラストはマホガニーの木でできた二つの平行なレールからなる仕組みであり、足の上に置いてピアノに緩く固定して使用する。 この装置は腕の縦方向への移動を制限することでピアノ初学者が正しい手の位置を体得する補助器具であった。少年期にこの装置を使って稽古をしたサンサーンスはこう述べている便利かどうかは別としてもこの珍妙な仕掛けは楽々と成功を収めたのであった。1870年代になってもロンドンではカイラプラストを買って 手に入れることができたという記録が複数あるほどだ。1817年にロージアーはカルク・ブレンナーと組み音楽理論とピアノ奏法を教える協会を設立した。もちろんカイラ・プラストの助けを借り手である。この特許収入によってカルク・ブレンナーは金持ちになった。1821年にはモシェレスもまたロンドンに移り住んだ。 モシェレスの力強く完成された演奏はカルク・ブレンナーに多大な影響を与え彼はロンドンにいる時間を自分の技術をより磨くために使ったのだった。1823年と1824年にカルク・ブレンナーはフランクフルト、ライプツヒ、ドレスデン、ベルリン、プラハそしてパリで演奏会を行った。彼は行く先々で 盛大な拍手を持って迎えられた。より広く知られており、ピアニストとしては、カルク・ブレンナーと同等、そして作曲家としては、格上のモシェレスが、ほぼ同時期に同じ都市を回ったことを考えると、これは大成功だったと言えるだろう。この期間に、カルク・ブレンナーは、ディアベリのワルツによる変奏曲集への作曲を行っている。 カルク・ブレンナーは裕福になってパリに戻った。ここで彼はプレールのピアノ制作会社の出資者となった。この会社はカルク・ブレンナーが亡くなる時までに評判と生産校の点からエラールに次ぐ類を見ないものに成長した。カルク・ブレンナーはドイツ生まれではあったが、当代のフランスピアノ界において5本の指に入るような実力者となっていた。 1830年代が彼の絶頂期であった。彼のピアニスティックな実力はその頂点にあり、彼の超絶技巧は1833年、1834年、1836年に訪れたハンブルク、ベルリン、ブリュッセルや他の都市でも熱狂を巻き起こしたのだ。リストやタールベルクが頭角を表すようになって以降、カルク・ブレンナーの名声は陰っていった。彼は、 自分がピアニストとして失った評判を埋め合わせるように自分よりずっと若い女性との幸せな結婚をした。彼女はアンシャンデチームにおける貴族の遺産を受け継ぐ裕福で名のあるフランスの霊場であった。夫妻は貴族流に振る舞うのを楽しみ、1830年代にブルボン王朝が復活したようなものとしてできる真似事はやり尽くした。彼はアンギャン・レ・バンで。 これらにかかり、自ら治療を試みたものの1849年に、他界した、カルク・ブレンナーを、同時代のテオドル・レシェティツキと同様のくくりにするのは、適切でないかもしれない。しかし、彼はごくわずかの生徒しか取らず、しかもその中から、複数の優れたピアニストや、さらに作曲家としても活躍したものが出たのは、事実である。 カルク・ブレンナーの弟子の中でも輝く存在であった、下巻きについて学んだアラベラ・ゴダードとカミリウユサン・サーンスを通じて、カルク・ブレンナーの影響は20世紀の前半まで色濃く残っていたのである。以下がカルク・ブレンナーの著名な弟子の一覧である。アメリカ人のピアニスト、作曲家である彼が、故郷のニューオーリンズからパリに来たのは1843年だけであったが、 彼がこれを知ることになったのも偶然ではない。ゴッドシャルクがパリのサロンで聞いたのであろうその話は、カルク・ブレンナーの豪快な人物像を語る数ある、逸話のうちの一つである。彼は1864年のカナダへの悲惨な演奏旅行の間、ホテルや列車の客室でパリを懐かしみながらこう記した。1831年の秋と冬の数週間の間、 彼に熱狂したショパンは真剣にカルク・ブレンナーの弟子になりたいと考えていた。しかしカルク・ブレンナーはショパンに自分のもとで三年修行することを要求した。ショパンは自分が彼の下で学ぶべきかどうか熟考を重ね、それがショパンの故郷ポーランドとパリの間で行き交った書簡として残っている。独、英国系のピアニスト、指揮者でハレ管弦楽団の創始者である。 チャールズ・ハレは17歳の少年期にカルク・ブレンナーの元を訪れレッスンについて問い合わせた。当初、彼は本気でカルク・ブレンナーの弟子になりたいと思っていたのであるが、その有名人に実際出会うと気持ちが変わってしまった。作曲家、ロベルト・シューマンの妻であり、自身も傑出したピアニストであり、作曲家でもあったクララ・シューマンは1839年に数ヶ月パリで過ごしていた。 彼女は何人ものパリ在住のピアニストにあっており、カルク・ブレンナーもその一人であった。彼女は実家にいる父でピアノ教師であったフリードリヒ・ビークに宛てた手紙にこう綴っている。ドイツ人の詩人で風刺家のハイン・リヒ・ハイネは、レターズ・オン・ミュージック・フロム・パリの中で、フランスの首都での音楽体験と音楽家について、ウィットを聞かせて書き記している。 カルクブレンナーはハイネの有名な風刺の中で何回か槍玉にあげられている。ある日、カルクブレンナーは名刺会のある一団に夕食を振る舞ったが、その中には著名な芸術家も何人か含まれていた。最初の一品の立派な魚がゲストたちの目を引いた。彼らはカルクブレンナーにどこでこんな美しい食材を手に入れたのか尋ねた。カルクブレンナーは嬉しくなって喋りすぎてしまった。 彼はその朝、自らパリの有名な市場に、最高の新鮮な魚を探しに行ったそうだ。今ゲストが食している魚に目をつけたのは良かったが、魚屋がすでにそれを、ある司祭のお付けの料理人に譲る約束をしたと知って、悲しみに沈んだという。途方に暮れた、軽くブレンナーだったが、カードを引き当てた。それを魚屋に手渡そうとしたとき、その妻が叫んだのだ。まあ、 あなたは、あの有名な巨匠のカルクブレンナーじゃない。こうなったら、この魚はあなたに譲るわ。お題も、一切いただかなくてもいいから。アメリカ人のピアニスト、ゴッドシャルクは、カルクブレンナーの代理教師であり、彼の方法論を受け継ぐスタマティノ弟子だった。ゴッドシャルクがサルプレールで、ショパンのピアノ競奏曲第1番を弾いてデビューした時、カルクブレンナーも客席にいた。 演奏会の後、ショッパンが楽屋に来て、ゴッドシャルクの成功を唱えた。カルク・ブレンナーは、自分のような偉人が、まだデビューしたてのものにあってやるのだから、自分が楽屋に行くのではなく、ゴッドシャルクが自ら自分に会いに来るようにと言った。ゴッドシャルクは切り固くも、翌日その言葉に従った。その彼らの思い出深い出会いについて、ゴッドシャルクは以下のように語っている。 P413、1831年9月18日にショパンはこう書いている。私はヨーロッパで一番のピアニストのカルク・ブレンナーと親しい間柄となりました。あなたも彼のことを気に入ることでしょう。P152、また1831年12月12日にはショパンはこうも書いているここの宮廷指者であるペアを 通じて、私は、ロッシーに、ケルビーに、バイオ等に出会いました。カルク・ブレンナーも、その一人です。あなたは、私が、どれほど、エルツ、リスト、ヒラーラに関心を持っているか信じられないかもしれません。彼らは、カルク・ブレンナーの隣に並べたらいないも同然です。P154、P176、リストは、カルク・ブレンナーの番を真面目に見て、彼の出版社である。 ブライトコプフーンとヘルテルにこう書き送った。親切な手紙をお送りくださり、誠にありがとうございます。これまでのところ、私の最も心地よい仕事上の関係は、ドイツで親切にも私の作品の大半を出版してくださった、ホフマイスター氏以外との間にはありませんでした。ザクセン州における文学と音楽の個人事業に関する法律を知らないものですから、彼に、 私が編曲を企画したベートーベンの公共曲集より正確に言えばピアノ歌なのですがの話をしました。なのですが実のところ問題が生じています。私は自分の編曲がこれまで発表されている同種のものよりたとえ優れているとは言えないとしても十分に趣向の異なるものであると考えているのですがこの考えが正しいかどうかという問題です。 最近カルクブレンナー紙編曲による同じ公共曲集が出版され、私は自分のものがカタログには残り得ないのではないかと懸念しております。私は楽譜に楽器指定を書き込むのみならず、指番号を指定することにも注意を払い、自分の番をより完全なものとしようと考えています。P22 イタリックスアディット。これはおそらくゴッドシャルクが最初に言い始めたことだろう。 完璧なまでの彼の作法の優美さ、上品さ、そして才能が彼に、社会での成功をもたらした。しかし、彼はその、折り紙付きのひどいうねぼれによって、やがて指示を失ってしまったのだ。P220、この意見は、ショーンバーグによって、100年以上経ってから再び、取り上げられた。しかし、カルク・ブレンナーは、より表面的な音楽家であり、加えて並外れた。 巨栄心に満ちたブルジョワ紳士であった。P118、マルモンテルはこう記している。軽くブレンラーには、これさえなければ礼儀正しい素晴らしい人物なのにという、もう一つ弱点がある。それは彼は自分を偉い貴族だと考えていることだ。彼の英仏の貴族と親しく付き合う習慣は、彼の第二の天生となっている。彼はそれをさも当然のことのように話すので、 こちらは驚いてしまう。P105、ハイネは、彼のことを泥に落ちた、ボンボン菓子と呼んだ、P277、ハイペリオンレコーディング・オブ・カルク・ブレンナー、S ファーストホースピアノ・コンツェルト、ハット・ハイペリオンレコーディング・オブ・カルク・ブレンナー、S セカンドサード・ピアノ・コンツェルトこのことは、カルク・ブレンナーを知る、ハイネとヒラーにより十分に記述されている事実である。 ドイツの信仰階級は、魚の話のようなものに悩まされており、軽くブレンダー氏のように自らを売り込むことができていない。こういうことで、彼らは、彼の優美な表情、彼の称賛すべき、素晴らしい、装い、彼の輝きと、甘美さ、彼の甘い砂糖ケーキのような外面を羨むわけで、あるが、しかし、それは、多数の、無意識に出てしまう。 最下層のベルリン言葉と不快なきしみを立てるのである。ピアニッシも386から87、P238、ピアニッシも236から243、マルモンテルはこう記している。彼は息子たちが異なる芸術分野に裁縫を発揮する一方、音楽院の自分のピアノのクラスでの利己的な情熱に身を投じていた。そこで彼は、 自分自身を形作ってきた過去の偉大な巨匠たちの大いなる伝統、深遠な知識そして論理的によく練られた学習法を守ろうとしたのである。巨匠とはバッハ、モーツァルト、クレメンティである。P239 ピアニッシモ、89ピアニッシモ、15051P151P117 ピアニッシモ、 151から52関係書物を参照されたし P251P251P221 ピアニッシも233から34クシャタ体は追加したものピアニッシも238から38クシャタ体は追加したものピアニッシも243から44ここで言う友人にはメンデルスゾーンやおそらクリストも同じく含まれるものと思われる ピアニッシモ243車体は追加したもの P209 車体は追加したものピアニッシモ384から 85P387 車体は追加したものピアニッシモ105から 06P220 ピアニスト音楽学者でありゴッドシャルクのピアニストの音符たちの編集者であったジャンヌ・ベレンドが指摘する通り その演奏会は1845年。ゴッド・シャルクが16歳の時に行われたものだ。ピアニッシも220から21。ありがとうございます。